えー、シンジ君はですね、いよいよ、えー、お父さんとの対決と対話というのをします。えー、お父さんとの対決ですね、エヴァに乗ったです、お父さんとシンジ君の対決もですね、もうオマージュの連続ですね。あのー、シンジとエヴァ13号機ですね。の最初の戦闘は、まあ、あのー、街の中でやるんですけども、えー、とね、ウルトラマンエースだと思います、あれは。えー、なんでウルトラマンエースかっていうと、ウルトラマンエースって、 あの、ビル街で戦いながらもですね、もう予算があまりないのでビルが壊せないんですよね。だから、ビル街の真ん中になぜか不自然なほど広い道路があってですね、ウルトラマンも怪獣もですね、まあ、エースの場合、超獣ですけど、できるだけそのビルに当たらないように戦って、当たった時時々ビルがずれるんですけども、シン・エヴァンゲリオン、実に見事にですね、建物とかがずれるっていうのを再現してるんですよね。で、 おまけに吹っ飛ばされた新宿のエヴァンゲリオンはですね、ホリゾントに当たるんですよ。で、ホリゾントにシワが寄って、あ、これ書いた絵だって分かって、で、その書いた絵がエンドクレジットを見たらですね、シマクラフチムが描いてるんですね。で、シマクラフチムっていうのは東方特撮の、あの、背景の雲ばっかり書いてる、ものすごい偉いおじさんでですね、シマクラフチムにわざわざあの、戦闘シーンの雲書かせたなーって。 東宝特撮愛、つぶらえ愛がどんなに深いんだっていうのがわかるんですけどもですね。で、おまけにですね、そのセットが壊れたらですね、あの箱馬っていうですね、木で組んだ簡単にセットを持ち上げるためのあの木のパレットみたいなのが出てくるんですけど、その横にすべて東宝という夜勤が押してあるんですよ。<laughs> <laughs> それまで見えるって、ね、そこまでですね、と、あの、特撮映画のパロディーとして見せたいわけですね。で、えー、室内シーンで戦うのは安野君がですね、最初に作った8ミリで大阪芸術大学の時に作ったですね、初代ウルトラマンの絵と同じですし、学校の中で戦う時はですね、セットの外側に出ちゃうんですね。で、セットの外側に出ちゃうと、つぶれプロのですね、怪獣倉庫のようにですね、エヴァンゲリオンスーツが吊るされているという具合です。で、 ま、あここで説明します。あの、やっと気をつけ。礼。ありがとうございました。